あずさです。はいはい、東京アナウンサーの伊波大志です。はい、ということでワイドシーズン1で放送されましたライジン牛舎ツアーやってきまーす。もう外から見た感じはこのようになっております。はい、すごいかっこいいですね。結構ね、沖縄の闘牛の牛舎の中でも立派に作ってる牛舎と思います。早速ちょっと外の方もですね、回ってみたいと思います。はい、では行きましょう。まずね、ここやっぱ風通しですよね。そう、風が気持ちいい。ここ立ってますよね。立ってる、立ってる。おー、本物だ。イエーイ。これはよく、ここで何か。これね、牛舎って面白いことに縮小会議はここでやるので、宴会用意したいですかね。なるほど。あ、これは何でしょうね。これね、格闘技でいうところの、まあ、サンドバッグのようなものですね。ここに牛を連れてくると、牛の方がこう自分でこう角を当てて、こうトレーニングしていくっていう。上がらないでしょ。これ牛舎にいる牛、平気で 2,3 個上げます。いや、全然上げます。牛のだから、牛のこの首の力、体の力って相当なんで、これなんだっけ、軽くここら辺まで浮きますからね。ポンポン。トレーニング、この間は結構高い位置にありますけど、これまあ夕方ぐらいとかなると、まあ、牛を外に出して、はい、人間が歩かさなくてもぐるぐる回って牛が運動できるようにしてる。この牛いますね。あ、もうすぐ1歳になるという、はい、アイリちゃんです。名前アイリちゃん。お父さんは元チャンピオン、フルゲンモータース号。あ、知ってます。フルゲンモータース号という牛は沖縄チャンピオンになって、はい、中量級でもチャンピオンで2階級制覇した牛の子供、はい、子供らしいです。お父さん遠水のこの生まれ持った立派な体で、うん、またこの子から生まれてきたオス牛がチャンピオンを取る可能性もありますし、これは何だろう。トイレかな。あ、お手洗い。うん、牛舎広いですよね。広い、めちゃくちゃ広い。中も入っていきましょう。トレーニングの、これ紐ですか。そうですね、このロープ。これは草だけではなく乾燥、乾燥している、はい、これはまた牛が好きなので、これをこういう風に大きい、たらいに水って溶いたりとかしながら、これを夕飯ですね、うん、夜あげるんですよね。その奥にはですね、キッチンがあります。もう家ですよ、家。シーチキンとポークがたくさん。ここで多分ご飯食べることが多いんです。うん、あ、すごい、そのサインがある。これは神谷のサインですね。神谷が貴重な、俺も今気づいた、神谷のサインで見てびっくりした。このクーラーボックスの数やばくないですか。どんだけゲストが来るんだろうっていうぐらいのこのクーラーボックス、寸胴なんか。あ、鍋、あれは縮小会の時に使う。縮小会の後ろ気をつけてくださいよ。この牛に吹っ飛ばされたら3メーターぐらい飛びますよ。冷蔵庫もこれ、氷入れる用と食材入れる用、出汁もあるし、ちゃんと沖縄そばの出汁。そして闘牛を飼ってる方には欠かせない調味料があるということで、これどこの牛舎に行っても見るような気がするな。絶対に多分牛舎全部置いてないから、これ。特に沖縄の人、刺身食べるとき酢醤油で食べてあがるじゃないですか。刺身を食べる回数が多いんですね、うん、だってもうこんだけしかないでしょ。少ない。他の調味料に比べて酢だけ減りが早いでしょ。これワイドンの時も映ってるかどうかちょっとチェックしてみてください。人間が飲むお水も結構牛舎ってすごいんですよ。実家にはないものがここにはあったりとか、カレンダーも旧暦載ってるものが絶対だ。なるほど。あとタイヤンとかそういったのはやっぱみんな気にするので。ああ、なるほど。牛舎によってはじゃあこの試合の時に使うこの清めの塩とかもタイヤンに合わせて買いに行ったりとか、相手側に牛を送ったりとか、牛を送ってもらう時にもタイヤンの日に送ってとかですね。いや、そうそう。セコやってみ、やりたいんです。やってみたくて。なるほど。あれはね、もうどういうトレーニングが必要ですか。そうですね、毎日のように牛小屋に行って世話でしょうね。声出せるようになっても牛との信頼関係築かないと。多分今闘牛を 2,30 年やってる人でも一度は重傷を負ってるんですよ、大怪我。はい、人間が簡単に吹き飛びます、うん、簡単に。なのであんだけドラマの中で主人公聖夜が瀬古になりたいって言ってもまだ認めてもらえないっていうのも
そっか、そこが大きいんですよ。2でもっと学べと、セコデビューできるかどうかですね。そうですね、うん、タシさん、ちなみにセコとしてやらないです。知りますね。頭のネジが飛んでる人がやるんですよ。頭のネジ飛ばしましょうか。いやそうそう、だからこそ本当にすごいんですよ。大事な役割ですよね。あの人たちはもうね、いろいろ毎日牛小屋に行って世話をしてるからこそ、あ、この牛がのタイミングとか全部分かってないと難しいんですよ。では食事をする隣のところに来ました、うん、このびっくりした。まあ、これがもう要するに人間でいうテーブルですよ。草を入れたり蜜を飲ませて、ここでこうむしゃむしゃと食事を取るという場所ですよね。1回あたりの食事どれぐらいなんですか。これはね、あそこに草が山積みされてますけど、この4本もいたらあともう1日でなくなります。育てられてるんですね。後ろはこうなっております。一人一人おのおの小屋のように分かれていて、はい、それぞれの、ね、部屋ですよね。これそう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 、これを見せると、はい、カチ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 、ほらほら、あー、きたー、寄ってくるじゃないですか。そう、あ、これは皆さん何ですか。これはもう牛の用のこのブラッシング、ほう、それとね、牛はもう気持ちいいんですよ。牛って結構ね、どの牛舎でもあの毛並みが綺麗ってよく言われるんですけど、うん、まあ、こういう風に水浴びさせたりとか、毎日こうブラッシングしてあげることによって牛のこう体調を整えたり、また牛はね、これされてる時が一番もうリラックス状態なので、本当だ、うん、だからもうすごいリラックスして、うん、自分からもう体寄せてくるじゃないですか、うん、もうこうやって近いな。そうそうそう、形がすごく特徴的なんです。なんかこうギザギザが入ってますね。そう、うん、やっぱ牛はもう皮膚が人間と全然強いので、皮の厚み、皮膚の厚みが、うん、だからもうこれぐらいでやらないと、もうね、一回やってしまうと、もっとやれもっとやれっていう。そしたらこっちもやってほしいから来るんですよ。でしょ、やってけない、こうやってこうやって、そしたらこっちも怒り出すし、どの牛もやっぱやってほしいわけ。かわいいですよね。かわいい、うん、ハイヒール履いてるみたいな女性が、確かに七尾さんっぽい。沖縄でもここまで大きい牛舎、あんまそうはいないです。まあ今は止めてますから、やっぱこれから暑くなってきた時にはこの大型扇風機が1頭につき1台ですよ。なんかあれですね、マイカーブみたいな感じ。そう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 、牛舎によってはクーラーつけてるっていう牛舎もあるみたいですよ。いい暮らししてるな。いいよ、そうそう、タイスさんと一緒にですね、闘牛のこと、ワイドシーズン1のおさらい、シーズン2の見どころなど、そしてこの牛舎ツアーなども、ね、含めていろいろお伝えしてきました、はい、シーズン2放送はいつからでしょうか。はい、7月6日からスタートします。なんと今回は全13話にパワーアップしますので、そうです、前回よりも3話増えてます、はい、全13話です。ぜひ皆さん、ワイドシーズン2も楽しんでください。ご視聴一平二平でリターン、またやさーい、またやさーい、ワイドを見てねー、ワイドー、ワイドー。